はい、皆さんこんにちは。モーギーです。この動画は、ジュンさんとサラさんという方にインタビューをした時の音声を元に作っています。ジュンさんは英検1級に16回合格。サラさんはアメリカのアイビーリーグの大学院に留学したことがあるっていうね。2人とも独特な経歴を持っているんですが、この動画では特に英検1級を16回も合格したジュンさんにスポットライトを当てていろんな質問をしていきます。インタビューの中で聞けることとしては、ジュンさんが英検を初めて合格した時にしていた学習とか、ジュンさんが現在までやっている英語学習などがあります。もう一人のサラさんにスポットライトを当てて質問をした動画というのはまた後日公開しますので楽しみにしていただければなっていうふうに思います。ちなみにこの動画は基本的にあまり画面が動くことはないスタイルになっています。音だけでも楽しめるようになっていますのでゆるゆる聞いていただければっていうふうに思います。さて、それでは早速インタビューに移っていこうと思うんですが、その前に、ジュンさんがどういう人なのかについてもう少し詳しく話をしておきます。先ほども言ったように、ジュンさんは英検1級に16回合格しています。英検に関しては、アルクさんから出版されている英検1級合格マップという本も執筆しています。また、TOEIC も満点を17回取得しています。他には TOEIC SW スピーキング&ライティングテストですねとか TOEFL も受けています、ともかく英語のテストをたくさん受けてるっていう方ですね。もともとはシステムエンジニアだったんですが、最近脱サラしてオンライン英語ジムのライオンとひよこ、通称ライヒヨっていう会社を立ち上げています。今回のインタビューで同席しているサラさんっていうのはこのオンライン英語ジムライヒヨの共同創設者ですね。またインタビューでは話に出てこないんですけど、ジュンさんはアルゼンチンに1年留学をしていて、スペイン語もできるトリリンガルみたいな感じですかね。はい、とのことです。簡単ですが、ジュンさんはこういう面白いね、経歴を持っている方です。で、どうでもいい情報なんですが、ジュンさんはいつもですね、僕とすごく仲良くしてくれてるんですけど、インタビューっていうことで少し緊張して、敬語でですね、話をしてくれています。はい。じゃあ早速、僕からジュンさんに質問を始めるところから、インタビュー音声を聞くことにしましょう。まず聞きたいことがいろいろあるんで、順番にガンガン聞いていきます。いいでしょうか。はい。ジュンさんって結局、英検って何回目で合格したの？合格したのは、1級は初めて受けたときに受かっちゃったんですよ。いきなり受かったの？そうそうそう。だけど、これは本人も予想してなくて、ちょっとどれくらいできるかできないか試してみようと思って受けたら、一時通っちゃって、そこでもうすごい慌てて、どうしようどうしよう、二時どうしようみたいな。もう、すごい緊張した、その1ヶ月ですね、2時までが。その1級の2時もいきなり合格した。うん、そう。あら、すごい。そうなんですよ。あれ待って、英検1級の前に TOEIC は？ちょっとその辺が記憶が曖昧なんだけど、990を取る、ちょっと前だったか、ちょっと後だったかが1級初回合格。まあ、どっちだっけな。忘れちゃった。なんか自分のイメージで、ちょっと話取れちゃうんだけど、ジュンさんって、TOEIC の時、TOEIC めっちゃやってたでしょ？やってた。てか、TOEIC しかしてないぐらいの感じだったでしょ？わかんない、イメージね、イメージ。はい。すごいね。それで英検1級2時までよかったの？それでとか言っちゃうとあれだけど。そういう意味では、オンライン会話は、なんと2009年ぐらいからやってて、で、TOEIC は2013年ぐらいで990取れてるから、1級に初合格した直後に990か。でもおっしゃるようにトイックばっかりやってましたね。でもオンライン英会話と、あとは時々多分ライティングの添削もどっかのタイミングで始めたはず。でもそれもちょっと前後関係とかは覚えてないんで。なるほどね。でも英検1級の単語話がどんどんずれる。まだ後でね、戻るんで。英検1級の単語ってさ、トイック全然違うじゃない？違うし、私はもう当時も今も語彙っていうのはすごい苦手ですぐ忘れちゃうし嫌なんですよ、語彙強化とかやるのが。多分サラさんとねブルちゃんの2人の前で言うのはあれですけど、そうですね。ジュンさんあんま語彙は好きじゃないとか言いながら毎回ちゃっかり語彙パートでもちゃっかり得点してる。でもそれは最近の話で、ずっと前だから初回合格の時は10年25問10多分14問とかぐらいだったはずだから、その語彙パート以外で取ろうっていうのが自分で中で強くて、なんか語彙が嫌すぎて語彙じゃないとこで取ってやろうみたいなのがあったんですね。なるほどね。語彙がじゃあそんな取れなくても合格しっかりできたってことね。そうですね。素晴らしい。ああ、なるほど。まあ、じゃあTOEICとかで読解力とかリスニング力もやってたし、オンライン英会話もやってたから、取れたみたいな、英検。うん。2次もそうですよね、きっとね。うん、ね、多分。だって2次なんて難しいじゃないですか。そうそうそう。なので、オンライン英会話プラス、その合格が分かってた後、予想外のはもう、模範解答を200個ぐらい。は朝から晩まで本当に、まあ、会社その時行ってたけど、朝起きて4時から7時までとかずっと音読して帰ってきてまた音読してみたいな、昼休みとか通勤もずっとその模範解答を読んで。模範解答いくつぐらいを200個ぐらい。200個 ?200 個 ?200 回じゃなくて200個 ?200 個模範解答200個を音読とかしてたの？暗唱してたの？暗唱まではいかなくても、とにかくその200個をもうすごい繰り返し音読して、もうほんとね、喉が痛いくらいやって、で、多分それがあって受かったんだとは思うけど。もうえげつない練習を。いやもう、だってもう本当にどうやったら合格するのかもわかんないし、みたいな。あ、そんで、英検1級のなんかオンライン英会話の1級対策、2次対策みたいなやつも受けて、それももう何万円もつぎ込んで2週間の間に40回ぐらいとかかな。それも忘れちゃったけど、まあ、それぐらいレッスン取って、シミュレーションすごいやってみたい。すごい。めちゃくちゃ勉強してるね。そりゃすごい。短期決戦だったから。なるほど。まあじゃあもうそっか、受かるの、最初そもそも受からないと思ってたわけだし。そう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 。なるほど。だからもうその1ヶ月くらいだったっけ、間って。英検1級の1次が受かってから2次までって。いや、多分ね、でも、本当に結果発表からは2週間しかあの頃はなかったはずで。今は3週間あるけど。すごい。そんなにやってたの？ 200 個 ?200 個聞いてください、皆さんって感じですよ。すご。あ、そうですか。そうですか。もうちょっとびっくりみたいな。素晴らしい。なるほどね。OK です。あ、それはとてもね、いい情報だと思う。それぐらいやるんだみたいな。ね、初めて合格するまでにやった勉強は、あ、もうこれだけですごくいい動画になりました。みたいな。ありがとうございます。どんどんね、じゃあごめんなさい。これだけで話しちゃうとあれなんで、どんどん話を進めると、一回合格しましたと。で、合格して、これなんか2回目も受けようかなってそのまま思ったの。なんで何回も受験してるみたいな。そうね。まあ、なんだろう。これはTOEICをすごいやってる人たちが周りにいて、その中の何人かが1級連続受験してて、私もだから最初はそんな1級なんて2回も3回も受けれるのって思ってたら、受けてる人がいるみたいな。じゃあちょっと受けてみようっていう感じですね。確かに自分のイメージでは、自分も何回か実は受けたんだけど、1回受かったら確かに受けないものだと思ってた。受けないものとか受けれないと思ってた、確かに。うんうん、そうそうそう。で、タイムライン、ツイッターのタイムラインとか見てて、あれ、何回も受けてる人がいるみたいな。へえ。じゃあ、比較的流れで受けたみたいな。そうですね。そんなすごいこだわりがあるわけではなくて、TOEICと同じような感じで、TOEICはね、毎回受けてたから、年に10回。うん。じゃあ、英検は年に3回かと思って。なるほど、3回ぐらいだったら受けれるなみたいな。TOEICに比べたらね。そうそうそう、自分のルーティーンにね追加しちゃった感じで。ああ、すごい。16回って連続？15回連続。お、すごい、15回。あら、すごいね、15回連続で。あ、違う違う、連続は違う。去年の夏に途絶えたんだ。去年の夏は申し込んで いかなかった時があって、だから連続じゃないな。まあそれ連続だよね。それはカウントしなくていいんじゃない？まあ記録上じゃあそこで一応途絶えたかもしれないけど、不合格はしてないみたいなね。そうそうそう。一時落ちたのはね、1回だけ。そう、2回目に受験した時はね、なぜかね、すごい点数悪くて、一時落ちて。あ、なるほど。じゃあ2回目は、なるほど、一時で落ちて。それ以外は1回も落ちてない。落ちてない。すげえ。そう。そうなんですよ。なので、2時は落ちてない。結構いつもノーベンで行くんですよね。それがすごくて。いや、最近は。みんな結構やっぱ対策して、それでもやっぱ、結構やっぱね、英語できる人でも、さすがに英検1級なんか勉強しないとやばいなみたいな感じなんだけども、ジュンさん、なんか明日1級だったみたいな感じが多いですよね、普通に。なるほどね。だからそれがすごいよね。でも、英検ってのも、基本的には最初にじゃあ、ぐわっと対策したら、その1回だけで。いや、そんなことない。そんなことない。そんなことはない。うん。いや、最初の1年とか、まあ例えばだから3回から5回ぐらいはやってましたよ。やっぱ試験前は、二次試験前もやってたし、徐々にもういけるだろうみたいな。なるほど、すごいね。でもね、でなんとなくって言ったらあれだけど、まあ、始まりはなんとなく何回も受験し始めたみたいな。そうですね。気づいたら合格できたし、いけるぞみたいな感じで受け続けてる。うん、だって今年の1月も受けたし、この夏ももう申し込んだ。あ、すげえ。OK、了解です。ところで最近、英検って、なんかこう、まあ、点数もそうだけど、CSE っていうまあ判断もできたりとか、なんとなくこう、合格にプラスアルファの要素が加わったでしょ？なんかね、自分の中では、自分はぶっちゃけた話ね。ぶっちゃけた話、まあ、英検1級合格したしいいかみたいな。うん、わかる。そう。ね、思うじゃない。自分的にはギリギリで合格するだけでもいいのかな。でも合格した後に高得点を目指すメリットが、やっぱあるのかなって思うんで、その辺はどう？そうね。まあ、合格するだけだったら別に私はギリギリでもいいと思ってて、本当にもうぴったりの点数でもいいと思うし、結構負荷が高いでしょ、一級って多分。なんか一回受かった人でも、あれをもう一回やれと言われたらもう嫌だとかいう人が結構いて、周りに。だからそうだったら別にやんなくていいと思うけど、でもまあその高得点目指したい。まあ周りにいてっていうか、多分普通もう9割以上の人はそうだよ。そうね。そう。うん。うん。でもそう。だから高得点を目指すメリットとしては、やっぱりリーディング一つとってもすごい内容が深くわかるようになるし、ね、ギリギリだったら多分そんなに分かってないとこも結構あって、正解してるところが運よく正解してたみたいなところもあるとは思うんですよね。語彙とかも相性が良かったとか。でもそれをもう何回も受けて、それが高得点維持できたら、それは自分の力がついてるってことだから、英語力的なチェックにも使えるかなとは思うけどね。だからでも点をCSE の3400点がどうのこうのよりは、私はだから何ミスしたとかの方でいつも自分では見てます。だから読解とリスニングはノーミスでいきたいし、まあ、なかなかそれも難しいんだけど。なるほど。まあ、英語力のチェックに使うみたいな。そう、健康診断みたいなね。そういう意味では確かに今英検に特化して勉強してないけど、英検を受け続けるっていうのは、その上がってるぞみたいな。そう、上がってるぞもあるし、なんか落ちてないなっていうね、確認には最近ちょっと忙しくてみたいな。そう。あ、なるほどな。そういう意味では確かにTOEIC よりも英検の方が上レベルをチェックできるよね。そう。あとはジャンルも結構広いよね。読解とかリスニングも。だからそれもいろんなネタを試せるしっていう感じ。あとはライティングも2次も社会問題を扱ってて、そういう社会問題に対しての興味は出てくるよね。全く何も環境問題気にしてなかったのに、すごい気になってきちゃってとか、貧困問題だったりとか、これはそれでメリットだなとは思うけど。なるほどね。ちなみに普段ざっくりとでいいんだけど、どういう勉強をしてるんだろう。していますか？普段はシャドーイングですね。シャドーイング。よくちょっとツイートしてますけど、 CNN イングリッシュエクスプレスっていうやつが毎月届くんですね。定期購読やってるから、あれを1個ずつ、結構短いんですよね、1個が。1分もないぐらいのやつかな。で、それをそんな速くないスピードでシャドーイングやってる。で、自分で録音してチェックして、ダメなとこ全部メモして、でもう一回録音してって言ってでやって、最近はしかもシャドーイング終わった後に音読で、何もだから耳から聞かずに音読で喋ったやつを録音して、またチェックしてとかやってますね。なるほど。それがシャドーイングで、あとは英字雑誌2冊定期購読をしてて、サイエンティフィックアメリカンとナショナルジオグラフィックですね。私タイムとかエコノミストとみたいな、そういう政治的な経済的なのはちょっとあまりもう内容的に全然、興味ないので、科学系とかそういうナショジオだったら環境系とかそうだし、そういうのがいいんですよね。まあそれを読んでるのと、あとオンライン英会話をやったりやらなかったりですね。ライティングはやってない。あとはリスニングはポッドキャストが基本流し聞きです。私は一時期すごい成長してたこともあるけど、書き取ってとか、でも今は全く本当に流してるだけ。流し聞きっていうのはながらで何かをしながらポッドキャストを聞いてる。うんうん、そうそう、だから英字雑誌読みながらポッドキャスト聞いてる。英字雑誌を読みながら、家事をしながらとかじゃなくてすごい。TOEICの勉強の時も英検の時もかな、リスニング素材聞きながらリーディングの問題解いてたんですよ。それ頭に入ってこないよね。でもここ来る？リスニングはね本当に右から左みたいな。まあ、そうだよねそうだよね超人的な何かをしてるやつ、ね、でもたまにポッドキャストで面白い話題がこうゲイのトークショーが私好きで、そのゲイたちがすごい楽しく盛り上がってくるとそっちに聞い取られちゃって、ちょっとサイエンティフィックアメリカンから全然話が頭に入ってこないみたいな。でもう一回また読み直すみたいなことはあります。それすごいね。なんかこう受験生がラジオを聞きながら勉強するみたいな感覚でやってるんですよね。すごいわ。それはすごい。なんかそれがなんか癖になっちゃってるかな。あとはね、海外ドラマ、ネットフリックスからこう気になった表現をこう書き出して、でそれはもうセリフ丸々こう1週間に40個とか暗唱してみたいな。おー、40個。そうですね。もう何本か並行しながらこうすごい気になった表現をとにかく書き出してて、プラス SVL の語彙本の例文暗唱もやってはいる。アルクの語彙本ってレベル4のかなんか、レベル4のなんかあるね。究極の英単語かな。そうそうそう。なるほど。めっちゃいろいろやってるね。それで全部？もうちょっとある？それで全部。一応まとめると、サイエンティフィックアメリカンとナショナルジオグラフィックを普段読んでますと、とりあえず。で、CNN イングリッシュエクスプレスをシャドーイングと、音読トレーニングで使ってる。っていうことと、ポッドキャストを、これはサイエンティフィックアメリカンとかナショナルジオグラフィックを読みながら聞いてる。そうですね。あとは移動の時、交通機関で。はいはい。なので、じゃあそういうナショジオとかサイエンティフィックアメリカンを読みながらとか、移動中にそれを聞く。で、SVL の単語も覚える。Netflix で、ドラマからセルフを引っ張ってきて、それを暗唱 1週間に40個するみたいな。あとはオンライン英会話をちょこちょこやったりやらなかったりやったりみたいなね、感じでやってる。すごい勉強量ね、それね。そうかな。全然やってないと思う、一時期に比べたら。だって TOEIC の頃とかね、1日16時間とかやってたもんね。土日とか。今はできないから。すごいわ、16時間。それ働きながらでしょ？なんか土日ね。でも平日は4時間ぐらいじゃあ8時間ぐらいやってたかな。8時間仕事、8時間勉強で、残り8時間みたいな。聞くだけだとなんかいけそうだけど、実際無理だよね、普通にね。無理だよねとか言って、ね、言っちゃダメだけど、やってる人いるから。すごいよね。なるほど、すごい。これはすごいわ。はい、そんな感じで、皆さん勉強してるってことですね。皆さんも見習いましょう、みたいな。はい。じゃあ、次に行きましょうか。英検1級は、合格すると何ができる？何かできる？何もできないです。何もできない。まあ全般的に、なんだろうね。英検1級合格しても大して喋れないし、ねえ、ちゃんとした文章は書けないと思ってますよ。思ってます。まあその人がどれくらいの点で合格したかっていうのももちろん全然違うけど、でも、まあ私も今自分で思うけど、そんなにちゃんとした文章を、ね、ネイティブが読んでなんだこれって多分思うだろうし、喋ってても、こうノンネイティブ集がすごいするんですよね。言葉の選び方だったとしても、例えば文法的に正しく喋ってたとしても、すごい教科書から覚えたんですかみたいなのだったりするからね。でもだから合格してからこうもうちょっとこういうのやりたい、ああいうのやりたいみたいなのが出てくると、そういうまあ今私がやってるのを例に例えると、そういう海外ドラマからなんかね、使えそうなセリフとか覚えたいやつを抜き出してとか、英字雑誌もそうだし、ネイティブが喋ってる、ネイティブが書いてるやつに、触れたくなるかもしれないね、合格すると。そうそうそう。だからそういうのもすごい理解できる度合いが高くなる。 100% じゃなくてもだからちょっと楽しくなるみたいな。こまではやっぱ理解してると思っててもしてないもんね。なんかあの頃の自分を思い浮かべると、なんで分かった気になってたんだろうみたいな。まあもちろん今も分かってないんだろうけど、でもやっぱり違うもんね、今振り返ると。なるほどね、確かにね。まあ合格することによってもそういうのも変わってくるみたいな。そうですね。合格したからってことじゃ多分ないよね、でもね。けどまあまあ。そうね、そうね。うん。まあ、合格したりしながら受け続けて、チェックしつつ勉強してるとだんだん分かってくるみたいな。ってことかな。うん。うんうん。OK。じゃあ、あとはね、12級を合格したばかりの人がやるべきこととかなんかある？やっぱり、どうだろうね。今その11級をどれくらいで合格したか、ほぼ満点近いんだったら、特にリスニングリーディングはそんなに頑張んなくてもいけるはず。まあ、単語はちょっと変わってくるけど、その単語は私自身が頑張ってないから、頑張ってなかったし、当時そんなに必要性を感じてはない、1級合格するにあたってはね。だけどやっぱり多分ライティングはたとえ準1級で満点を取ったとしても、結構1級のライティングは大変だったりするし、2次も大変ですよね。なのでアウトプットの方を頑張った方がいいかなと思うけど。あ、なんとなく満点が近くても、満点近くで準1級通っててもアウトプットはしっかりやった方がいい。うん、そう思う。うん、確かに。なるほど。それに対してじゃあ今度準1級、まあ結構ギリでしたみたいなね。まあやっぱ準1級もすごい簡単では全然ない試験なので、確かにね、結構おえじゃないけどなんだろう、おえみたいになるでしょ。じゃあ準1級難しいよ、だってまあ難しい。そうそうそう。でそれでちょっとしんどいけどギリギリ合格しましたと、頑張ったという人たちってどうする？なんかですね、おすすめの勉強、こういうことするといいよとかあれば、アドバイスがあれば。そしたらじゃあ逆にそのやっぱリーディング頑張るとかの方がいいんじゃないかな。最近すごいものが、英検とか全く関係なく、リーディングをすごい頑張っとけば、それが他の3つのスキルにつながるなって思うから、そのリーディングやることが底上げになるっていうか、って何の根拠もなく自分の経験から思うのね。そうそうそう。だからリーディングをすごい頑張ったらいいんじゃないですかね。あとはリスニングはシャドーイングはいいですよとぜひ言いたいですけど。うんうん、なるほど。まあ、確かにね、それは確かにそうですね。ありがとうございます。 OK。 じゃあ最後に来費をやってるでしょ。はい。来費を通えばもう1級合格はいけるのかっていうね、このズバッとした質問に答えたくなければ答えてなくてもいいけどどうですか、1級も合格させれる？来費に通う時点の英語力もどれくらいかによりますけど、11級合格して来費に入会しますってなったら、1級まで必要なことは多分お伝えできるかなと思うし、一緒にやっていけるかなとは思いますよって言って、なんか宣伝みたいだね来費ってね、1級教えるのってでも難しいでしょ、普通に。あ、だけどだから1級の問題をすごい解いて、こう1級コテコテの対策をやってるのはちょっと別のトレーナーが専任でいるんですけど、まあ、私とかサラさんとかだとそんなにコテコテのこの英検1級っていう対策はそんなにやんないかな。問題解いてっていうのはコテコテの対策 できるって言ったらあれだけど、知ってる先生がいるの？トレーナー、うん、いや、うん、英検1級のコースを受け持ってくれてる人がいて、別に。そうですね。で早速この前一人ね、また受かりました、そのコース。すごい。そうそう、そのコース、うん、すごい。でもなんか普通の英検1級対策コースじゃなくて、普通のね、13のコースとかで、ね、受けてて、英検の対策は代表でやってないんだけど、受かっちゃいましたみたいな。この前とかも1級ね。それは結構あるね。うん、で、TOEICもね、なんか、満点取っちゃいましたみたいな。で、対策してないんですよ、本当に。っていうのはあります、ね。レベル高い。高くない、高くない。高いでしょいや、本当に初級者の方も全然いるんで、TOEIC600 点目指してる方もいるし、英検3級からやりましょうみたいな感じの人も普通にいますね。でもだからって、そのTOEICの問題をいっぱい解くわけじゃなく、そう、私の過去と矛盾してますが、1日に6問も解いてた過去とは矛盾してますが、そうじゃなくて、まあ語彙だったり、例文暗唱だったり、シャドーイングとか、スピーチ書いたり、そう600点前後とかだっても原稿スピーチをちゃんと書いてきてもらうっていうのをやるし、それを添削して文法的なところも見ていく、うん、でなんかねやっぱ叱るべき勉強法みたいなのをやってればやっぱ合格には自然にね近づくなっていうのをなんか思いますよね。ね、でもちゃんと宿題とかやってくれたら、ね、そうだねそこはやんない場合はちょっと確かにね、宿題やらなくても分かるとか意味分からないしね。なるほどね、 OK です、ありがとうございます。じゃあ英検についてはとりあえずこれぐらいで、まあでもね話から分かったことは、じゅんさんめちゃくちゃ勉強やっぱしてるねってことはねすごい思いますね。してないよ。してるでしょう、これはしてるなはい、ありがとうございます、じゅんさんありがとうございます。はい、じゃあとりあえずこの動画は以上みたいな感じで、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゅんさんとさらさんの、英検に関するねインタビュー音声は以上です。個人的には本当にじゅんさんが継続してものすごい量のね学習をしてるんだなっていうところが印象に残りました。皆さんはどうだったでしょうか。今回同席していただいているサラさんとのインタビューについては、冒頭でも言ったように後日公開しますので、特にね海外大学への留学に興味がある方はぜひ楽しみにしていてください。じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。